可愛いといえば可愛いが、ネタクソ的確な表現するな。紫吹純ってやっぱり紫吹純に見えるよな。お笑い女芸人が無理やり可愛い風に撮った写真みたい。紫吹淳さんに似てる。これ褒めてないよね。あるためいじめだよね。紫吹淳さんに失礼すぎるわ。それ勝手に似てると名前挙げられて、それは褒め言葉じゃないと言われるの侮辱罪。昭和の絶世の美女博士太郎やキム・ジョンウンの娘が似てて臭やった。この子は女優だから別にいいが、姉と妹まで調子乗って似たようなことしてるのはちと滑稽。ムチムチして非常に良い。まだ19歳なのにつくづく女感があるわ。お乳こんなに大きかったので、慶喜は早くもらってやれよ。何が不満なんだよ。沢村賞だかなんだか知らんけど調子に乗るなよ。でもこれでボウケツちゃんが結婚したニュース出たら阿鼻叫喚になるのは大体わかる。これでもまだでかい感あるな。19歳にしては。それでもボウケツちゃんがど真ん中のタイプ。父を残して痩せたら天下取れる。ブラボー。